より毎週金曜日朝9時よりお送りしています。那覇ラジオフライデー、略して那覇ラジ、第19回目が始まりました。パーソナリティの高津ゆりと、同じくパーソナリティのレイナです。よろしくお願いします。那覇ラジオフライデー、略して那覇ラジは、沖縄の中心地那覇から日本全国に向けてポップなトピックスをお届けする番組です。トピックスのテーマは流行の音楽はもちろん、食、その他文化や流行りのニュースをピックアップして掘り下げていきたいと思います。はい、時にはゲストをお迎えしながら、私かかずゆりとれいなちゃんでお届けしていきますので、那覇ラジ最後まで楽しんでください。はい、さあということで、はい、あっという間に12月がやってきたね。本当だよ、早いね、早いよ。でもまだちょっと暑いのかな、寒い、なんか暑かったり寒かったり。そうだね、沖縄はさすが沖縄って感じだけどね。さあもう12月、ね、そうね、なんかそろそろ、そろそろっていうか、もう忘年会このシーズン来ましたか。うん、私はもう忘年会は結構参加してるね。11月からもう始まってるんだけど、うん、そうですよね。こっちも、あ、那覇ラジも11月にやっちゃいましたね、うん、そうだよね。やったやった。そうなんだよ。ということでね、なんか忘年会、はい、になんかちょっとおすすめのお店を紹介したいなと思ってて、はいはいはい、なんですか、どこですか。ね、焼肉元部牧場は聞いたことある。めっちゃいいお店じゃないですか。そうなの。一度ね、揚げ揚げ飯でも、はい、お邪魔したことがあって、はいはいはい、ここのお肉はね、もうお店の雰囲気ももちろんすごいなんか高級感あるお店なんだけど、はい、もうお肉の質もすごい甘みがあって、はい、もうね、溶けるようなお肉っていうのかな。もうね、本当に美味しかったんだよね。私まだ一度も行ったことないんですよ。あ、そうなんだね。そうで、そのお店から、はい、実は、はい、防新年会プランっていうのが出てるらしくて、はいはいはい、そうだからちょっと今日は紹介したいなと思うんだけど、ぜひぜひ。結構これお得だよ。どんな感じですか。 SAB っていうコースがあって、はい、まあいろいろ選べるんだけど、うん、S コースはちょっとランクが上の方だね、はい、それに関しては税込み5980円で、はい、牛ヒレ肉のお肉とか、お、焼きヒレ肉のわさびソースとかありまして、はいはいはい、でその次が A コースっていうのがあって、それが3980円、はい、税込みね。こちらも全然いいよね。なんか牛バラ肉のポン酢和えとか小鉢もあるし、揚げ物もあって、肉でいうと上カルビとかもも肉とかいろいろありますね。あ、すごいね、内容もいいで。 B コースは、はい、2980円。 お買い得うん、お得だよね。お得、お得。そうでもここも小鉢とかも同じようにサラダとか、はい、ご飯物とかもあるし、はい、揚げ物もあって、で、あと焼肉もカルビとかもも肉とかホルモン、わー、美味しそう。そう、もう入ってるので、はい、まあまあまあそれぞれのプランで楽しみ方があるのかなと思いますけれども。そうですね。でそこにプラス、飲み放題コースっていうのができるみたい、はい、男性が1500円、女性が1000円で2時間できるって。2時間で安いよね。安っ。追加してさ、だから B のコースでまあちょっと予算を抑えたいっていう方だったら B のコースの2980円に、うん、まあ女性だったらプラス1000円で4000円でお肉も食べられて、うわ、ね、ドリンクも飲み放題で、へー、うん、いいかなと思う。そう、ただこの全コースに関しては4名、うん、様からのご予約となってるみたいなので、はい、まあ、でも防新年会だから4名以上め絶対いますね。いるね、いるいる。そう、ぜひね、もうこういうタイミングでさ、はい、逆にちょっとほら1年の締めくくりとして、うん、ちょっとこう豪華に、うん、自分にご褒美っていう意味も込めて、うん、こういう忘年会のプランに予約入れるのもいいのかなと。でレイラちゃんとかもいいんじゃない。これいい、初元部牧場しようかな。
なんかいいね、今年初元部牧場に行きました、ね、平成最後のやりたいこと忘年会あ、いいんじゃないですか平成最後にやりたいこと、焼肉元部牧場に行くこと行けるわすぐ叶いそうすぐ叶う、うん、あ、いいね、はい、なのであのお問い合わせご予約の方ですね、ご予約は、はい、0980-516777 0980-516777 となっています。まあね、今は、はい、まあ、インターネットの時代ですから、うん、皆さんウェブで ね、 そうね、あの元部牧場と検索していただいて、はい、防止年会プランをチェックしていただければなと思います。はい、はい、ぜひ、あの、かかず入りからのおすすめなので、あ、ぜひ皆さん、そうですよ、ゆりさんの名前出したらなんかあるかなえ、特典あるかなどうしよう、な話聞きましたとか、ね、なんか特典欲しいね、なんかあるかもしれないから、ちょっとじゃあ、連絡して、そうそうそう、なんか特典くださいって言っとくわそしたらなんか牛肉とか言って、ね、サービスとか3枚ぐらいサービスしてくれるとありがたいねあね、それもちょっと検討しておきます、はい、はい、ということでね、ぜひ皆さん忘年会も楽しんでいただければと思います、はい、さあ、オープニングのトークはね、忘年会のお話で盛り上がりましたけれども、はい、今週はゲストの方にお越しいただきました。はい、自己紹介お願いします。どうも、元ダパンプのゆきなりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しちゃいました、 FM な、兄貴、兄貴、それそれ、よろしく、リゲさくら、めっちゃ沖縄ですゆきなりさん、ありがとう、来てくれて。お久しぶりですね。え、元気よ、相変わらずですよこの間の、はい、ハイアットで、はい、あのハロウィンパーティーがあったんだけれども、はいはいはい、その時に一緒にお仕事したし、うん、なんて言っても、ゆきなりさんは私の兄貴分みたいなもんで。長いよな。そうなんですか。そう、長いの。長い、ね、もうさ、どれぐらいですか。10年は、10年経ってる10年以上経ってるんだけどすごい、私がほら、今歌手としても活動してる、はい、きっかけをくれたのがゆきなりさんなの、うん、そうなんですか。たまたま自分がね、曲作ってて、はいはいはい、それを歌ってくれる人を探してて、あ、そう、楽曲を提供したってことですか。そうなの。はあ、なんか、まあ、いろいろ音楽よりも先に、はい、まあ、一緒に飲みに行ったりとか、はいはいはい、そうだよね。私、一番初めの出会いから言うと、はい、私がバーで酔いつぶれてた時に、隣にいたのがいきなりさんそれやばいじゃないですか。そうで、バーのオーナーがこいつ連れて帰れって言われて、タクシーかなんか乗っけて、連れて帰ったのが最初の出会い大丈夫、そんないやらしい感じで、ちょっと、全くないから、大丈夫、朝から大丈夫、この話大丈夫、大丈夫、大丈夫色気のいいもなかったからさ、すんごい姿で寝てて、そうなの。それから、なんか女の子で歌う子を探してて、はいはいはい、お前ちょっと歌ってみっつって、はい、そっからきっかけそうですね、すごい懐かしいね。そうなの、年取ったわ俺も、40になるよ俺。 40?、うん、でも大丈夫、あの、今の方が若いかも出会った時より言うなそれ出会った時ほらちょっとブーちゃんだったから。そうです、あの、私もちょっと国際通りでチラって、あれずっとゆきなりさんでもねみたいな感じで、うん、ちょっと目撃したことありますね、うん、はい、そうだよ。だって、体重もだってあの時より相当変わってますよね。変わった。何キロぐらい落ちたの？ね、22キロ。はい。22キロって下手したら1人分くらいじゃない？ですよね。そうだよ。マックス何キロだったんですか？これは。いや、言っていいけど。あの、今年の終わり、はい、あ、初めぐらい、はい、初めぐらいにだいたい90ちょいぐらいあった。わあ、そんなにあったんだ。そっから66ぐらいまで痩せて、うん、で、まあ、まあ、ご存知の方はあれなんですけど、ライズアップっていう MC に出させてもらってて、でそれ始めた時はだいたい88キロ、うん、そっから66までだいたい22キロぐらいかな。すごい。でもマックスいったらもっと、じゃあキロ数でいて痩せたってことだよね。そうですよね。そう90からかんってことは30キロぐらいですか。落ちてるってことよね。それぐらいいってんのか。おー、マジか、おー、やべえ、すごいすごいねすごいね。だってあんだけゆきなりさんに、私何回も痩せた方がいいよ、うん、ゆきなりさんって言ってたんですね。ずっと言ってたのバカ、これ仕事なんですよ変わるからって言ったのに、あんだけ言ってもさ、絶対変わらなかったゆきなりさんが、はい、仕事になると変わるんですね。いや、やんなきゃいけないからね。プロですね、さすが。そこだけは頑張んないと。いやー、でもほら、くじけそうな時もあったんじゃないですか。あるけど、うん、でもまあ
ほらいろいろ周りの人も応援してくれてるし、うん、あとトレーナーさんとマンツーなんですよ、はいはい、あそれいいですね。そうそうそう、だからちょっとね、うん、裏切れないなって気持ちになる。へー、はいはいはい、え今もずっと帰ってる？今も帰ってる。おーすごい。週1ぐらいですか？週2ぐらいかな今。あ週 2、 2、うん、じゃあもう習慣化されてやらなくなったなんか気持ち悪くないですか？そうそう、なんかねちょっと1週間マジでちょっと体調悪くて行かなかった時があったらもうなんか運動不足感が半端ない。へーすごえこれって毎回そのトレーニングの内容は変わっていく？あそうだね、慣れないようにちょこちょこ変えてもらってるから。でその都度行くためにやっぱハードであるんだ。うんそうだね、あでもそんなにきつくは設定しない。へえ、あと食事制限とかもね。食事制限はバッチリやりますけど、今もやってる一応は。へえすごい、苦しくないけど食べれるの結構あるから。おー例えばステーキとかさ、はいはいはい、お肉 OK、 お肉全然 OK だから。もうやばい、めっちゃ飯食いたいって時は、うん、もうステーキが駆け込んで、うん、肉がっつり食って帰るみたいな、うん、結構満足感あるから。でもなんかいい、ね、痩せて、うん、なんかちょっとやつれる人とかもいるじゃんね、うん、だけど、うん、ゆきなりさんの場合も本当になんか肌ツヤもすごいいいし、うん、いい痩せ方してるなっていうのやっぱ。そうですよね、なんか荒れる人とかいるじゃないですか、うん、肌とか。だからあのさ、こんな急にガンって痩せても、うん、やっぱ皮がたるむとかっていうことがないから。あ、そうか、鍛えてるからね。そうそう、鍛えてるから。へえ、ご飯だけじゃないから。6パックとかないですか今？いや今はちょっとふっくらしてきてぶっちゃけ筋肉を大きくしようとしてるから。あーなるほど、ちょっと大きくして筋肉も大きくしようみたいな感じで。へー、じゃあ次のステップに進んでるって感じですね。そう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 、じゃあちょっとガタイが良くなってくるさらに、うん、おーだからうわー、あの痩せるんじゃなくてボディメイクっつってちょっといいセクシーな体。ああ。え、これもしかしてボディービルダーとかやってる？にはならない。ならない。ならない。大丈夫。いるよね。大体なんか鍛え始めてちょっと目覚めて。そうそうそう、最終的にほらボディービルダーになる方もいるからね。そこまではいかないかな。でもそういった意味で見てみたいな。いいこうやってなんかめっちゃポージングしてたりして。やりたくないわ。恥ずかしい。面白い。ね、いいかも。面白い。レイナちゃんは初めて会うのかな、はい、いきなりちゃんと。初め、なんかこうやって、対面して話すのは初めてですね。私がもう勝手に知ってるぐらいなんですけど。なんかで、なんかで。何か、イベントか何かで会ったことあるんですけど、うん、もう挨拶程度だったので、ね、今すごい緊張してます。ほんとほんと。かっこいいでしょ？かっこいい。40歳に見えないです。だよね。なんか質問ないの？なんか NG な質問ないって聞いたんですけど。大丈夫よ。いいんですか？うん、あ、じゃあ。結婚願望ありますか？え、結婚願望即急にぶっ飛ぶな。それがレイナちゃんの良さなの、ストレートがね。結婚願望。まあ、したくないと言ったら嘘かもしれないから、あれだけど、でも、するっていう予定もないし。うん、かな。じゃあ好きなタイプは何ですか？女性で、はい、なんで男性でもいいですよ逆に。男性はまたおかしいから女性だとしたら、あーなんだろうな、ちょっとおしとやか、あでもしっかりしてる方がいいかも。あそう、俺がしっかりしてないから。あなるほどね。そうそうそう、で確かに私が昔クレジットカードを、はい、いつも使ったらすぐお金を銀行に振り込むのね、はいはい、その話したらしっかりしてんなもうそれだけで、うん、すごいよくクレジットカード止まってっから止まってる、入金し忘れず大変だよ。そうだね、はい、そういう意味では、はい、ちゃんとした女性の方がいいかもしれない、はいはいね、だって今日だって来るかなってずっと心配だったでしょ。そうだって今日12時集合だったんだけどいきなりさん寝てるんじゃないか、起きれるかなって思ったの正直。そうです、来たよ。でも今日さーって現れたんで一瞬、あ誰か分かんなかったですねあまりにもなんか爽やかな表情してくるから。そうそうそうすごい、いきなりさんもね、なんかもう会わないうちにすごい大人になられましたねお母さん店になってるけど。そうだね、ごめんね、いろいろ迷惑かけたわ。いやそんないろんなことがあったんですね。いきなりさんが私の旦那さん、今の主人との出会いも与えてくれた。そうなんですね、キューピッドなので。ゆりの旦那さんも自分が曲ちょっと作ったりしてて、すごい、今鳥肌立った、すごい。そう、なんかもういろんな意味で私もすごいお世話になった。ねえ、いいなー、ね、楽しかったよね。まあまあ
まあ、ちょっと話も変わってきますけど、はいはい、まあ、今ほらダパンプもね、そうですね、大活躍 USA でしょ、うん、もうびっくりしたわ俺あんな売れるとはね、うん、どうなんですかやっぱ心境としては。いやめっちゃ嬉しい。あ、そうだから紅白も決まったじゃん。そうですね、そう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 、うん、で、やっぱ今の若いメンバーも、うん、自分がダパンプ辞めた後にみんな入ってきてるから、うん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 、なんかちょっとね、あの10年間すごい頑張ってるのも裏でずっと見てて俺。あ、なるほど。そう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 、やっぱりあんまりテレビも出れない、うん、日の目もあんま見れない、 CD も出せないって時期がずっと続いてたから、うん、まあね、応援はしてるんだけど、うん、なかなか彼らが表に立つことがなかったんだけど、うん、今なんかあのね、レギュラー番組に載ったりとか、うん、はいはい、あとテレビとかもガンガン出たりとかして、うん、まあ、個人個人の名前とかがみんなちょっとずつ知られてきてるんで、うん、それめっちゃ嬉しいかな。そうだよね、本当にやっぱ10年って長いよね、うん、10年頑張ったよね本当に。すごい。これはほらやっぱ今って結構解散するねグループも多いじゃないですか、うんうん、そうだ ね、 ね、その中でずっと頑張ってきてるっていうのはね、うんうん、そうそうそう、だからまあ自分とかケモンみんな辞めてさ、うん、いつだだけ一人になって沖縄出身の子が、うんうん、でまあダパンプの名前変えちゃえばいいじゃんとかっていろいろあったんだよね。だけどまあそれ残しながら、うん、あのずっと活動続けてきて地道に、うん、それがまあ実ってくれたのは嬉しいよね本当に、ね、本当に。でまたイッサさんもほら、沖縄市の、そう沖縄市のね、うんうん、観光大使、そうですね、にも任命されて、うん、そうそう、この間一緒に仕事したんじゃないですか。そう、あのまあそのナイトメア就任式も自分遊びに、うんうん、たりとかしたし、うん、11月の24日にあの USA ダンスコンテストってのがあって、うん、はいはいはい、そこでイッサと一緒にジャッジしたりとか、なんかこうやってまたなんかね時間が経っても、うん、またこうやって共演していろいろ仕事できるっていうのもいいよね。ぶっちゃけ仲はいいんですか。もう悪くない悪くない悪くない、まあまあ普通だよね。もうだってさ、そうだよ、仲間だからね。10年ぐらいか知っててさ。そうですね、そうだね、もう20何年知ってるんだから、はいはい、まあまあ、うん、仲いいとか悪いとかっていうちょっと次元じゃない。あ、だから家族みたいな。そう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 、あ、まあまあ、ね、どっかで生きてていやいいや元気にしてろよと。そう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 、でもね、こうやってそれぞれがね活躍してるっていうのはすごく嬉しいよね、うん、いいですね、ね、ゆきなりさんもほらね今バーを自分たちで、そう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 、自分でね経営して、ね、今週じゃない今日と明日で、うん、はい、そのクラウドナインって店やってるんですけど、うんうん、はいはい、3周年を迎えることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。私も行ったことあります。あざーすあざーす。もうなんだかんだ3年経ってねー、で、そうそうそう、で今日もあの夜10時からオープンなんですけど、うん、はい、3000円飲み放題で朝まで飲めるんで、うん、ぜひお祝いしに来てください。いいね、3000円で飲み放題、はい、ほう、いいですね、朝まで、朝何時までやってるんだっけ。朝5時まで。うー、楽しめるね、たっぷりね、はい、飲まされるんじゃないですか。頑張るよ今日頑張るよ、めっちゃうこん飲むから ね今日と明日、今日と明日2日間そうそう、7日と8日、うん、はい、わかりました。ぜひね皆さんも遊びに ね、うん、ね、クラウド内に、はい、国際通り の、 あのマクドナルドの裏かな。あ、うんうん、そうですね、ちょっと、ね、場所も近くですね。はい、わかりました。これ直接行ってもうそのまま入場できる感じで、うん、できます。大丈夫です。もう男女ともに3000円。そうだね、うん、この日は。お、いいですね。お得ですね。お得だ。ちょっと私も最近あのもうクラブとか全然ご無沙汰なんで久しぶりにちょっとはしゃいじゃおうかな。じゃあ行っちゃいますか。ぜひぜひ遊びに来てよ、ね、行っちゃうか。ゆり姉さん行きますか。行っちゃいますか。よろしく。ちょっとパリピーな私見つけてもそっとしといてくださいね皆さん遠目から遠目から見ときますね。はい、ということでじゃあ皆さんあのクラウドナウにも今日明日、はい、遊びに行ってみてください。お願いします。お願いします。はい、ということでね今日はゲストにゆきなりさんお呼びいたしました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。旅行、出張、短期、長期の滞在ならバッグ一つで即入居、ピースのウィークリーマンスリーマンション那覇、石垣、宮古にて全18棟元気に稼働中。詳しくはピース企画で検索。お庭の草刈り、算定を手伝いいたします。ご連絡は豊見城市にある沖縄環境緑化株式会社まで。電話番号は098-996-3806 098-996-3806 まで。
まずは無料見積もりにお伺いいたします。業務拡大のため正社員も募集中。レイナちゃん、忘年会どこに行きたい？豪華にお肉食べたい。おいね、それなら焼肉元部牧場の忘新年会プランがお得だよ。わー、やったー。ご予約は 0980-51-6777 0980-51-6777。那覇ラジオフライデー、那覇ラジ。さあ、そろそろ終わりのお時間がやってまいりました。ゲストのゆきなりさん、面白かったね。面白かったですね。来週もポップで気になるトピックスをお届けしたいと思いますよ。はい、感想やリクエストもお待ちしております。 info@naharaji.com info@naharadi.com よりメールもしくはツイッターでハッシュタグをつけてひらがなでなはらじにてお待ちしておりますので、ぜひお送りください。はい、それでは最後にゲストコメントをいただいております、はい、ベリーグッドマンです。どうぞ。 FM 那覇那覇ラジオお聞きの皆さん、ゆりさん、れいなさん、おはようございます。ベリーグッドマンのロバーです。モカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ベリーグッドマンですね、はい、3人組の、ボーカルユニットなんですけれども、はい、今日はヒレックスさんが、はい、まあ、お休みでして、うん、まあ、2人でね喋っていきたいなと思ってるんですけれども、はい、うん、いや、ゆりさん、れいなさんとは、本当にもう15年の付き合い。全くないです。ないです。もう初めましてですから。あ、ほんまですか？はい。ご丁寧に行かせていただきましょう。そうですね。はい。まあ、那覇ラジさんはですね、まあ、もちろん那覇から、うん、情報発信されてるということでですね、はい、私たち、ベリーグッドマンが、うん、那覇の思い出をこう、ちょっと語らせてもらおうかなっていう。ああ、いいですね。初めてに近いぐらいの PV が、那覇空港からスタートしたような気がするんですけどね。はい、そうですね。ね、うん、そんな感じで、グッタイムという曲がありまして、はい、インディーズ時代の曲、うん、ぜひ聴いてもらいたいんですけど、そっから、はい、何ですか、アメリカンビレッジとかもね、はい、行かしてもらってますし、うん、結構沖縄で撮影多かったですよね。そうですね。僕、まあ、プライベートでも行かしてもらって、プライベートでは、羽賀健二さんと一回会って写真撮ってもらいました。羽賀健二さん？羽賀健二さんと。あ、マジですか？芸能人は羽賀命の羽賀健二さん。なかなか会えないです。なかなか会えないですからね。はい、そんな思い出もあります。いいですね、那覇の思い出ありますけれども、はい、そんな、ベリーグッドマンがですね、はい、アルバムをリリースさせていただきまして、はい、まあ、結構前になるんですが、うん、10月24日に、うん、ベストアルバム、ベストベストベストをリリースさせていただきました。ありがとうございます。ね、その中から曲をお届けしたいんですけれども、はい、そんなベリーグッドマンの今後の予定をお願いいたします。はい、もうね、ツアーファイナルでも絶対沖縄やりたいと思ってるんですけれども、12月の8日土曜日、ネクストウェーブ2018、あとミュージックタウン音市場でライブがありますので、こちらぜひとも遊びに来ていただきたいと思います。お願いいたします。はい、ね、沖縄でライブっていうのはなかなか僕たちにとっては、ね、貴重な時間になりますんで、はい、楽しんで盛り上げていきたいなと思っております。はい、それでは最後に、ベリーグッドマンの10月24日リリース、ニューアルバム、ベストベストベストより、この曲をお届けします。聞いてください。プレイヤー、以上ベリーグッドマンでした。番組は沖縄製粉株式会社、株式会社ピース企画、沖縄環境緑化株式会社の提供でお送りいたしました。